皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。大阪市平野区にある瓜破交差点に来ています。大阪メトロ谷町線八尾南駅の光景を撮影して、八尾南駅からの延伸構想についてその情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。長井公園通りと阪神高速14号松原線が交差する瓜破交差点では、切れ瓜破高架橋架け替え工事が行われています。この工事に伴い阪神高速14号松原線では、切れ瓜破出入口から三宅ジャンクションまでの区間が2025年3月までの予定で全面通行止めとなっています。2020年3月の阪神高速6号大和川線の開通によって、松原線を通ることなく大阪都心部などへのアクセスが可能となったことや、2025年の大阪・関西万博時の大規模な交通規制を回避すべきであることから、2022年6月1日から工事を開始することとなりました。万博開催前に工事を終えることが必要なため、工事完了予定時期が2025年3月末となっています。切れ瓜破高架橋架け替え工事の現場を撮影し終え、近くの大阪メトロ谷町線切れ瓜破駅から八尾南駅を目指します。谷町線は大阪府守口市の大日駅から大阪市内の東梅田駅や天王寺駅を経て、大阪府八尾市の八尾南駅までを結ぶ大阪メトロの鉄道路線です。正式名称は高速電気軌道第2号線と称し、大阪市中心部では沿線に官庁や寺院の多い谷町筋の地下を走ります。路線距離は 28.1km、 紀州天駅含む駅数は26駅、期間は 1435mm、 全線複線、全線直流 750V、 第3気象方式の電化です。大阪市中央区東部にある官庁街や天王寺区や阿倍野区の文京地区を通ることもあり、1日平均輸送人員は約50万人と、大阪メトロでは御堂筋線に次いで2番目に利用客数が多い路線です。大阪メトロ谷町線の八尾南駅は大阪市街にありますが、車両基地が欲しい大阪市と八尾市内に地下鉄の駅が欲しい八尾市の利害が一致したためにできた施設だと言われています。電車は大阪府八尾市若林町1丁目にある大阪メトロ谷町線八尾南駅に着きました。八尾南駅は谷町線の終点駅であり、八尾市内に唯一ある大阪メトロの駅であるのと同時に谷町線唯一の地上駅になります。また八尾南駅は島式一面二線の橋上駅であり、谷町線の八尾車庫が隣接しています。八尾車庫は第二地検車場の出先機関であり、谷町線車両の月検査を担当しています。大阪メトロの車両基地の中で唯一駅ホームから望むことができる車両基地となっています。谷町線の八尾南延伸に合わせて開設され、当初は八尾検車区と称していましたが、2000年の組織変更で八尾車庫に改称されました。終点の八尾南駅で下車して駅周辺の光景を撮影します。谷町線は1927年に立案された当初の計画では松屋町筋を通過する予定でした。梅田付近において現在の東梅田駅を通らずに御堂筋線梅田駅構内に乗り入れ、御堂筋線と四ツ橋線が同一ホームで乗り換えられる大黒町駅と同様の構造にする予定でした。梅田駅には谷町線用のトンネルが掘られたものの、そこにつなぐためのトンネルで落盤事故が起きるなど工事が難航したため、東梅田駅を通過する現行ルートに計画が変更されました。改札を出て駅の南側の光景を撮影します。駅前には駅前ロータリーや駐輪場が整備されています。また八尾南駅の南口には藤井寺駅や近鉄八尾駅方面への近鉄バスの停留所があります。この大阪メトロ谷町線には幻ともいえる延伸構想があります。その構想が記載された答申書の一部を抜粋した参考図をご覧ください。八尾南駅側の延伸区間は、大阪府八尾市にある八尾南駅から藤井寺市、富田林市方面へ延伸する構想です。噂レベルといえるような構想とはどのようなものでしょうか。その答えは旧運輸省内に設置された運輸政策審議会という会の答申の中にあります。
バブル真っ最中の1989年5月に開催された運輸政策審議会での大阪県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画についての答申第10号に記載があります。この答申の中の大阪近郊路線24番に八尾南から富田林を確認することができます。参考図を見ると谷町線の終点の八尾南駅から大和川を越え藤井寺市を経由して富田林方面に続いていることがわかります。しかし運輸政策審議会はこの後も開催され、大阪近郊の路線について審議されるのですが、谷町線の八尾南駅から南への延伸についての記載はなくなってしまいます。審議から消えた理由として考えられるのは、延伸に莫大な費用がかかり費用対効果の面で採算性が認められないことや、当時の経営母体は大阪市営地下鉄なので大阪市外に駅を作るのに市の税金を投入することに市民の理解が得にくいなどがあったようです。このような経過を経たため、谷町線が南へ延伸されるらしいとの噂だけが残っていたようです。八尾南駅から藤井寺駅までの路線バスが1時間あたり4本運行されていることから、藤井寺方面への一定のニーズはあると思われますが、高額な建設費を回収するほどの収益が期待されないプロジェクトのようです。駅の南側の撮影を終え、北側の八尾空港方面へ向かいます。大阪メトロ谷町線の八尾南駅北側には八尾空港が所有する広大な空き地が広がっています。八尾空港は大阪府八尾市にある国管理空港です。空港法に基づく空港の分類ではその他の空港に位置づけられています。関西圏のゼネラルアビエーションの拠点として利用されています。ゼネラルアビエーションとは航空の分類の一つで、軍事航空と定期航空路線を除いた航空の総称です。八尾空港には定期便の就航はなく、主として航空宣伝、写真測量、操縦訓練などの事業用や自家用の小型航空機やヘリコプターの発着に利用されています。また他には陸上自衛隊や消防、警察の航空隊が利用しています。なお、大阪メトロ谷町線の終着駅である八尾南駅から八尾空港にかかる広大な空き地は、かつての民間航空機のエプロンであったものです。エプロンとは、飛行場の中で乗員乗客の乗降、貨物の積み下ろし、燃料の補給、簡易な点検整備などのために航空機を駐機する場所のことです。地下鉄の駅前に広大な未開発用地が広がっているのはもったいない気がします。ここを国、大阪府、大阪市、八尾市が共同で再開発を進める計画がかつて持ち上がっていたようですが、今もなお実現していません。大阪メトロ谷町線八尾南駅の光景を撮影して、八尾南駅からの延伸構想についてその情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。